春の大根栽培で暖かくなると花芽が伸びてきて茎が伸び始めます。大根の肉質も落ちてきてしまいます。そこで大根を畑で長期間保存する方法、大根の葉切りについて紹介します。大根を畑に植えたままにしておくと、肉質が落ち、酢が入って味が落ちてしまいます。そこで昔の農家は大根の葉を切って成長を止めていました。この方法は古くから行われてきた伝承農法で、現在でも応用できる方法です。大根は葉をつけたままにしておくと、子孫を残そうと葉の中心から新しい葉を出し花を咲かせます。花を咲かせるようになった大根は糖が立って味が落ちてしまいます。昔の人は大根を畑に植えた状態で葉を切り落とし、大根の成長を止めることを考案しました。葉を切られた大根は成長が止められ、とう立ちしにくくなり、長期間畑に植えて保存しておくことができるようになりました。大根の葉切りの方法は、畑に植わっている大根の葉を包丁や鎌などで切り落とします。この時葉を残さずに根元からカットするのがポイントです。大根の葉が少しでも残っていると、そこから新しい葉が出て成長が始まり、とう立ちします。葉の部分を残さずスパーンと切り落とすのがコツです。包丁で切り落としていきます。片手で葉を持って葉を残さず葉元より切り落とします。葉を切った大根はそのまま春先まで畑で保存できます。葉を切り忘れて花芽が出てきたら、それはお浸しにでもして食べることができます。すべての葉を切ったら、大根の葉切りの完了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。